Everybody to the Vegemite Domination Series! In this series, my sole purpose is to spread Vegemite across the world! My name is Bells Hakos, your host for today, and today we have more guests to experience this amazing, amazing food. では、今日のゲスト、自己紹介お願いします! はい、チュワース!ホロライブ2期生、オーズラ、スバウ!そして、はい、ラライアン、ホロライブ5期生、シシローボタン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、何が起こるか全くわからずに来たんですけどいや、楽しみにしてくださいよ、マジ笑い方ジャグすぎるだろう入っていいですかねえ、ちょっと入っていいですか。すいません、もう帰宅の準備お願いしますベジマイトのことを聞いたことありますか？ない。ね、ある。名前だけなんか結構聞いたことある、そうなの。なんか予想の味とかありますか？予想の味、味でもなんか野菜なんかなって。ベジマイトのベジだから、ベジだからね。野菜、野菜だったら平気なんだけどな、ね、呼ばれるぐらいだから多分とんでもねえ味してんだろうなみたいないや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 、美味しいですよ。本当に美味しいものも先輩たちにちょっと、え、本当に美味しいの？本当に美味しい、ガチで。後輩の言うことは信じないけどね、これは。信じるか、じゃあ。嘘なんてつくわけないよ。なあ、そうだよな。ここまで来て。そう、嘘じゃないっすよ。そうだよね。For those who don't know, Vegemite is a popular food item from Australia. It's a yeast-based spread popular amongst children and adults. ベジマイトはオーストラリアの有名な食品です。主に酵母から作ってるスプレッドです。酵母か。味噌とか。酵母、発酵したやつでしょ。だから、ああ、なるほど、発酵食品だ。だよ。で、子供も大人にも大人気。本当に？疑っていくよ。嘘の情報を伝えてるんじゃないかってことでしょ。疑っていくけど。確かに。そう、こちらの皆様どのように反応するでしょうか。早速始めましょうか。ではまず匂いテストで。はい。はい、どうぞ。あ、じゃあスバルから匂いを嗅ぎます。スバルから。見た目はチョコレートっぽい。あ、マジ？なんか意外にやばくなさそう。でも、裏側完全にイソジンの色してるんだよ。あのね、これはいける。味噌です。マジ？完全に味噌。嗅いでいい？うまそう。ちょっと、あ、ほんとだ。味噌じゃん、ほら。え、これ味噌だ。え、騙されんな。匂いだぞ今。ないすか。いけそう。マジで、これから生で食べてもらいますけど、はい、もし生でできなさそうな人がいたらベイビーラボっていうもありますが、どうでしょうか。ベイビーラボレボ、ベイビーラボ、赤ちゃんみたいになるってこと？おぎゃーおぎゃーって言ってハコスちゃんが食べさせてくれるって。あ、めっちゃいいじゃん。いいじゃん。愛してくれるってこと？ちょっとベイビーラボで、ベイビーラボで行くか。それではいただきます。はい、どうぞ。あ、やばい、怖い。はぁ、はぁ、ちょっと待って、怖い。ゴー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 。ほんの少し。どう？いや、味噌やこれ。え、味噌や。何味噌？あ、ちょっと待って、なんかやばい。なんか喉の謎の聞く。あ、ちょっと待って。え、あ、ちょっと、あ、え、あのなんか、あ、ちょっと待って、これ。え、後味が、いや、第一印象はガチで味噌だから、なんか、お、味噌じゃんみたいな感じで口の中にくんの、でもなんか喉通った瞬間に、味噌だと思ったみたいな。騙したなみたいな。何が？体が、おい、こいつ味噌だね。第一印象は味噌。マジ食べるよ。じゃあちょっと待って、どうぞどうぞ。はい、じゃあいただきます。あー、ほんとだ。でしょ？わかる。味噌なんだけど、よく味わうと、ん？こいつ味噌じゃないぞ。そうなんよ。なんか、味噌のふりをした何かなんよ、日本人にとっては。こいつ味噌じゃねえってなる、こいつ。でも、あの、めっちゃ美味しくはある。日本人にとっては日常的な味だけど、わあ、これね、チーズつけたらうまいかも。え、お湯に溶かしたら美味しそうじゃん。え、
お湯に溶かして飲みます。ほぼ味噌だから。味噌だね。出汁欲しくなるね。出汁欲しくなる。あー、美味しいもらって本当に嬉しいです。おいしい。いけるよ。これはなんな、やばい、なんか感情バグった。やばいやばい。いろんな感情。すいません、バグった。こんなに好きだったんですか、先輩。では皆さん、最後にちょっと10点山さ評価欲しいんですけど、どうでしたか？スバルは8。やばい。なんか味噌っぽい何かが癖になるっていう。なぜかわからない。ですか？なんか味噌だけど味噌じゃなくて、かつなぜか癖になるという、そのなんか永久期間みたいなヤバさの意味で、癖になるヤバさ的な意味で。そう、8です。はい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 。ボタンちゃんは？結構ヤバいっすね。だけど私的にはヤバさ的には6。おお。ただこれ、はいはい、私たちはやっぱりそのなんか発酵食品慣れてるから、確かに、そう、そういう意味でなんかそこまでなんか想像より全然いけたみたいな。ほらだってボタンちゃんもう手が知らない間にベジマイトに。もういや、わかる。ペロペロしてるもん。まだな、全然変わってるもん、本当に。ペロペロしてるもん。さっきからスバルもずっと水飲みながらベジマイトペロペロ舐めて永久期間みたいになってるもん。やべえよこれ。これやべえ。やべえ。やべえな。やべえな。これで、以上です。フィニッシュ。はい、本当に来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、せーのでバイバイしましょう。はい、はい、せーの、バイバーイ。